パイラコカスフューリオススは、パイラコカスに属する、変性嫌気性腸高熱古細菌。パイラコカス属の基準種である、古細菌のモデル生物の一つ。1980年代に、イタリア、ブルカーノ等の浅い海底にある、洋熱水噴出口から分離された。増殖は70摂氏103度の範囲で起こり、その指摘温度は、摂氏100度と高い。発見された当時は、 パイレディクティアムに次ぐ増殖温度の高さであった。この個細菌は現在広く知られた超高熱菌の一つになっており、様々な研究に使用される。抗体急性酵素の分離源としても使われることがあり、例えばこの菌から分離された DNA ポリメラーゼは熱安定性が高いことに加え、広く使われているタクポリメラーゼよりも複製速度は遅いが、 正確性が高いためポリメラーゼレンサ反応にしばしば使用される。培養は単体養を添加した海水に酵母エキスやペプトンなどのタンパク源、あるいはデンプンなどを加えて摂取90度後半中性検究条件下で行う。この時養が還元され、硫化水素を生成する。なお、養がなくても増殖できるが自身が生成した水素によって増殖阻害が起こる。 実験室レベルでは、水素を消費するメサナパイラスキャンドラーイと安定的なバイオフィルムを形成する。指摘条件での世代時間は37分であり、超高熱菌の中では最も早いものの一つである。種形容語はこれに由来しており、ラテン語でフューリオススフリオスス、狂乱した、凶暴なといった意味がある。全ゲノムは2001年に解読された。ゲノムサイズ 1908KBP。 タンパク質を高度する遺伝子は2065個と推定された。ありがとうございます。